皆さんこんにちは。ダリのチャンネル、ダリのでーす。はい、ということでね、今回はですね、まあ、使わなくなったキャンプギアというタイトルでちょっと進めていきたいと思います。今まで私の動画の方でもおすすめのね、キャンプギアの方、多数紹介してきたんですけども、私もまだまだ初心者なんでね、やっぱり買って失敗したなというか、全然使わなくなったなっていうギアがありますんで、ここでね、振り返っていきたいと思います。まずはこちらですね。まあこちらね、有名な、まあ DD タープっていうことで、まあ4メートル ×4 メートルのスクエアタープになりますね。本当にね、タープっていうものを知ってね、いろんな貼り方ができるっていうことでね、ここはね、ちょっとやっぱお金かけたいなと思って、まあ一番ね、私の買ったキャンプ道具の中でも一番高い買い物になりました。本当にこれもね、ちょっと思い出深い商品でもあるんですけども、まあ最初にね、見よう見真似でダイヤモンド張りをね、綺麗に貼りたいなっていうことでね、一回こう挑戦したんですけどね、まあペグを打ったり、まあポールを立てたりしてね、本当に綺麗に貼れた時は良くて、いい買い物したなというふうには思ったんですけどね、やはりね、ソロでやるにはね、やっぱサイズ感ですかね、大きかったなっていうのがあります。もちろんね、このサイズでも全然ソロでもちょうどいいよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、私の目指すところがね、やっぱ軽量キャンプっていうことでね、サイズ感がやっぱり大きかったのかなと思います。そしてさらに使わなくなった原因がまあこちらですね、カリンコタープの方、こちらね、本当に安く買えて、で、こちらね、やっぱり DD タープの反省を踏まえて、やっぱ3メートルサイズに変えて、まあほぼね、機能も同じものになってまして、3メートルのサイズの方こちらちょっと使ってみたんですけど、やはりね、私のサイズ感にはこちらが合ってたかなと。そして当然ね、サイズが小さいんで、やっぱ重量も軽いっていうことでね、本当に持ち運びもしやすく、貼りやすかったので、まあ今はね、こちらのカリンコタープがメインになってます。そして次にね、使わなくなったキャンプ道具がこちらになりますね。ダイソーさんのアウトドアコーヒーメーカーカップセットになります。こちらもね、初めてダイソーさんで見たときはね、これは便利だなと。本当にこうカップがね、2つ、蓋のようについてまして、まあコーヒーミルですかね、それもしっかりこういう風についてて、さらにドリッパーもセットになってて、完全にこう一体型にスタッキングされてて、なんてコンパクトで便利なものだと思ってね、もうこれもすぐ買いましたね。キャンプを始めた方ならね、やっぱり外でね、こう、コーヒー豆をしっかりこう粉にしてね、美味しいコーヒー飲みたいなと誰しもがね思うと思うんですよ。そのお試しにちょうどいいもんだなと思いましてね、こちら購入しました。こういう風にカップをセットしてドリッパーですね、でその上にこうミルを置いて豆を引くことでこうドリッパーに落ちると、でそのままねお湯を入れたらコーヒーになるということでね、こういったまあ荷物を持てないようなね、川辺でもコンパクトにコーヒーが飲めますんで、とてもいいと思います。そんな便利なね、コーヒーメーカーなんですけど、なんで使わなくなったのかというと、やっぱりここですね、コーヒーミルの、やはりこう、耐久性といいますか、これもね、結構硬い豆とかもやっぱ引きますんで、私も何度かね、これ使ったんですけども、やっぱり壊れてしまって、何回かこう、分解されるような形になってしまって、やはりちょっとね、耐久性という面で長くは使えないのかなと、そしてこちらですね、ビアレッティのエスプレッソメーカーですね、こちらを購入しましてからは、やっぱりこっちばっかり使うようになって、まあこれはね、ちょっと豆に引けるわけではないんですけど、粉をセットするだけでね、お湯で簡単に夜間もいらずにコーヒーが飲めるっていうことで使うようになりましたね。あとはこれですね、スノーピークのマグカップになるんですけど、まあこれ自体がね、やっぱり夜間になって、コーヒーですとね、ここに入れてお湯入れるだけで簡単に飲めるっていうのもあるんで、やはり手軽さを考えると、この、まあ、ビアレッティとこちらと、を主に使うようになりました。とはいえね、やっぱりコーヒーミルを使って豆をひいてね、美味しいコーヒーが飲みたいんでね、まあ次はね、耐久性っていうところもね、考慮して選んでいきたいと思います。次に使わなくなったキャンプギアはこちらですね。ダイソーさんのステンレスホットサンドメーカーですね。これもね、ダイソーさんで見つけた時にね、500円で買えるっていうことでね、先ほどのコーヒーミルと一緒でね、やはりキャンプでね、ホットサンドを焼きたいですよね。で、こちらね、網目状になってるんで、本当にホットサンドだけじゃなくてね、まあ、生のコーヒー豆をいったりとか、
いろんな使い方ができるんじゃないかっていうことで、いろんな本当に可能性があるなと思って、こちらも購入しました。ダイソーさんで売ってるこのクリッパーですね、こちらの方でまあホットサンドメーカーの方を挟みまして、こういう風にね焼いて、字幕でも書いてるんですけど、まあ見ながら焼けるっていうところですごく使いやすかったですね。でまあこういったハンバーガーを挟んだりとか、まああとはね自撮りですね、鶏肉なんかもこういう風にまあ網になってるんでね、炙り焼きにできるっていう、まあここもねいいところでした。ではなんで使わなくなったかっていうと、やはりこちらですね、モンターナのホットグリルパンですね。こちらのセカンドストリートの方でほんと1000円ちょっとで買えたんで、まあこっちの方がやっぱいいなということで使うようになりました。まあこちらね当然なんですけど、とってもついてますし、でパン1枚をね挟んで焼けるっていうことで、こちらよりもやっぱり軽くてね使い勝手がいいっていうことで、どうしてもやっぱ出番が少なくなりましたね。機能性も良くて、まあこういったお好み焼きであったりとか、あとはこれまあパンですね、これもまあ当然こういう風に半分に挟んで、まあ両面がこんがり焼けて美味しそうに焼けましたね。あとまあシューマイであったりとか、あとはまあこういった餃子も4個ちょうどね並んで、まあソロで食べるにはちょうどいい量になります。でこういったね大福であったりとかね、これもまあ綺麗にこんがり両面焼けます。であとはまあホットケーキですね、こんなんも焼けるんで本当に可能性があっていいなというところです。こちらもねこれでしかできないこともあるんですけども、やはりどうしてもね軽くてコンパクトなモンターナのホットグリルパンを使うようになってからちょっと使わなくなりましたね。そして最後にね使わなくなったキャンプ道具はこちらになります。こちらね USB のプラズマライターになります。こちらねユニークキャンプグッズっていうことでね、その中の一つで紹介させてもらったんですけど、まあこう後ろにねスイッチがありまして、こちらをオンに入れてね、まあこういう風に充電メモリの方も出てね、何度でも使えるっていう面でいいんですけども、まあこの先にねこういう風にプラズマが出て、これでまあ着火できると。さらにこちらがいいのは、長くて先がねこう曲がるんですよ。こう曲がるんで、まあこういったランタンにね火をつける時でもこう下から入れて、まあこういう感じで火がつけやすいと。一見すごくね便利な USB ライターだと思うんですけども、やっぱり使ってて欠点がありましてね、こういったアルコールストーブなんですけどね、これに着火するときに着火できないと。このプラズマの部分に当たって着火するもんなんで、やはりアルコールのね液体のものにまあこうつけるわけにはいかないんで、着火できないっていうことで使えないなということになりました。結局こういったねターボライターの方がまあ100円で買えますし、まあ炎もしっかり出てね、どんなものでもつけれるんでいいのかなということになりました。はい、ということでね今回はまあ使わなくなったキャンプギアということで4つ紹介してきました。本当にねどれもちょっと思い入れのあるキャンプギアだったりするんですけども、サイズ感や耐久性、使い勝手っていうところでやっぱりどうしても使用回数が減ってしまいましたね。キャンプ道具は使ってみないとわからないっていうところもありますんでね、やはりもう日々勉強しながら実際使ってみて、自分に合ったキャンプ道具っていうのを探していくしかないのかと思います。今は使わなくてもね、また出番が来ることもあるでしょうし、またね物によっては高く売れるものもありますんでね、これからもね面白そうなキャンプ道具があったら実際にちょっと使ってみてキャンプを楽しんでいきたいと思います。本日紹介したキャンプ道具の方もリンクの方概要欄に貼っておきますので、気になった方はご覧ください。それではこれにて失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。